早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。あ、じゃ行ってきます。おっと、待った、渡すもんがあった。ポタラじゃ、あとで片方を左耳につけろ。これつけと強くもう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。え、本当？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃ。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうが。ほれ、ちょっと試してみ、お前と君だ。いや、おお、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。あ、ああ、こいつは確かにすんげえよ、じいちゃん。で、合体していられる時間どれくれなんだ。ホタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなこと。ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞご飯が。あ、は、はい。じゃ、行ってきます。いろいろ。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？あ、これは？え？あ、い、ひ、拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？あった。これどうするんでしたっけ？させるものか。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする。お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。来たねぞ。何人も何人も吸収しやがって。くそーく。この木は、まさか。どうした、もう諦めたか。ならとっとと死ねい。
瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット、ベジータ黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ、魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえな。終わっちまうんだぞ何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。じゃあこのことも知ってっか。みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろみんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ジータ、よくがこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろこれで。サンキュー、ベジータ。何が起きた。よっしゃ。最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらに、こいつはスーパーベジータ。おお、大したもんだな。来いよ。意気がるなよ。本気でやってほしいな。さまなんぞに。よっしゃ。どうだ。邪魔だったかな。余裕だぜ。どうした、みっともないぜ。余裕だぜ。余裕だぜ。もうちょっと強いと思ったがな。余裕だぜ。今のは少し効いたぞ。汚いぞ貴様。合体
化しやがって。よく言うぜ、自分の方が散々合体しまくったくせに。余裕だべ。まだよく分かってないようだからはっきり教えてやろう。無駄なんだよ俺に勝とうなんて。貴様なんかがどう頑張ったって俺じゃちっとも面白くないぜ。出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。1 2 3 4。ぐー、何やってるんだ、早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。さっきあいつにちぎられたあれを使って。7 8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて、果たしてうまくいくか。10。よし、ファイヤー。はあ、やったぞ。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え、ちょっと変だとは思わんか。奴はこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが今回は変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ。こんな星。
あ、ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なんだ、何、これは、まさか。いた。隠れろ。姿が元に戻っている。一体やった、みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。よし、とりあえずご飯たちは大丈夫だ。ブーの野郎は固まったままだ。おい、ベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか？そんな、まさか、戻ってる。戻ってる？どういうことじゃ？ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと？はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。なんだあれ。何を。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな、俺たちと戦ってからにしたらどうだ。ギー、あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータこっちだ、みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。おっ、おい
よかった。間に合ったか。オラたちは間に合ったか。地球やご飯たちは。カカロット、貴様、なんでこんな奴らを先に助けやがった。地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって。はは、何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、そうか。やっとわかった。こいつは夢なんだ。はは、そうだ、夢だよ、夢。カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ？あれは真面目なナメック星人だけに許された、いわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ、地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざ、やった。あ、ご覧なさい、粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。はい。いや、そいつはもういいよ。え？やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。なんであいつがここへ。あの野郎、さっきの瞬間移動を見てあんな一瞬で技は真似やがったな。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む、みんなを連れてどっかの星へ行っててくれ。はい。くそ、しょうがない奴らじゃ。この海王深海は滅多なことでは壊れません。思いっきりやれ。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。構わん、ほっとけ。よし、どっちから行く。決めようぜ。じゃんけんポン。よっしゃー、イエーイ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。ああ、行くぞブー。ん？あ、寝てやがる。やろう、舐めやがって。いよいよ始まる全宇宙の命運をかけた最後の戦いだ。行くぜ。ふざけやがって。よっ
Yeah!
まだ行くぞ。なんとなく分かった気がする。なぜ天才であるはずの俺がお前にかなわないのか。守るべきものがあるからだと思っていた。守りたいという強い心が得体の知れない力を生み出しているのだと。確かにそれもあるかもしれないが、それは今の俺も同じことだ。だがカカロット、お前は違った。勝つために戦うんじゃない、絶対負けないために、限界を極め続けるために戦うんだ。だから相手の命を絶つことにはこだわりはしない。お前はついにこの俺を殺すことはしなかった。頭に来るぜ、戦いが大好きな優しいサイヤ人なんてよ。バキャロー、こっちは本場のカメハメハだ。頑張れカカロット、お前がナンバーワンだ。